クロスベース。さあやってまいりました。石橋貴明さんが選んだセレクションガチャね。昨年ダルビッシュを引いたセレクションで、うちを引くって言って、うちと鈴木誠也をちゃんと引いたセレクションが懐かしいですね。あれからもう1年になるんですね。だからあれもちょうどね、やり始めたばっかりの時だったんで、そっからね1年やってまいりました。セレクションガチャ、これは果たしてどうなのかっていうね、いろんな、話がねありますけども、そこだけはね聞きましょう。まあ、コロナ禍でね、まあ、一番もう欲しいのはこう中だったらもうマー君です。マー君持ってないんでね、なんか通常版の方がいいっていう話聞きますけど、通常版持ってないんでマー君ね、これ下手したら全同値になるからね。マー君、あと山川もいいね。山川もすぐ極みにできます。マー君、山川、坂本がね、これそんなに強くないんだよね、守備 A だけど。マー君、山川、丸、山田哲人、エキサイティングで取ったばっかり、しかも三馬同地でめっちゃいいやん。しかも最近も極みにやっとなったのに育てて、まあ、山田哲人でもいいでしょう。わっくんはどうの、山川、マー君、山田哲人、まあ、山崎康明でもいい。マー君が当たったらもう90連回さないです。30連でもやめます。果たしてどうなるのか、最近ね月があるのかどうかっていうねところですよね。糸井、山田哲人、マー君、山川ね、1/12、この選手いきましょう。まず1回目、あ、3回目確定だからね。まず1回目、レッツゴー。最近運気が悪いからね。これは何もないのか、ついてないからな。ニコン、マル、マルも欲しい、マルも欲しい、マルでもいい、マル、ゲンジ、2回目、レッツゴー。レッツゴーにもならへんからな。来い、当たれ、飛びもせへん、スパンジ、マキ、おマキ、マキの頑張ってるね。あ、すごいのね、いいね。お、まだ梅の、えい、お、一緒、えい、いっぱい来るね、えい、大繁盛だ、ね、さあ3回目、マー君、山川、丸、山田哲人、糸井、ほぼ半分、ほぼ半分だよ、ほぼ半分。山崎康明でもいい、2分の1、よし、この絶好調からの2枚引きないの、2枚引きは。さあ、誰や、今までに一回誰か来ないのか。来ないのか。さあ、マー君来てくれ、マー君。用事ないわ、俺のチームには。欲しい人もいるだろうけど、俺のチームには用事ない。よし、60連目行こう。もう流れが悪すぎて泣きそうになる。
もう最近全然いい流れ、去年の波はどうした、しかも2分の1でいいのになぜ当たんない、打率5割とかなかなかいないよ本当に。A はいいって、もう B はいいって、 S ブーちゃんどうしたんや、今どこ行ったんや。さあ50名、お出てる、調子くんレッツゴー、調子くんカモン、何も寂しいなぁ、寂しいなぁ、おいテンション上がれへんなぁ、笑え。もうね、中川オリックスコンビ、菅野、井上どこ行った、あのいいね渡辺浩、ナイスバッティング、ナイス守備、高橋守備チャンスで打とう、千賀怪我復帰、オリンピック大丈夫、梶谷骨折したね、早く治すよ、スワレスもう守護神いいね、それどう思っていくかよ。でさあ60名、2分の1よ。さあ、さあ、2分の1。カモン。ピッチャー、調子くん。この2枚引き演出とかもないもんね。光る、ほら。よしよしよし。打て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 。頼む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 よ頼むよ、エキサイティングしようよ、エキサイティング、全然エキサイトしてない、エキサイエキサイ、マクロ、12分の1あって違う方の2分の1ばっかり出てるやん、なんで当たんないわけ、まあ、最後にかけよう、頼むよ、マジ頼むマジ頼む、自分の月のなさにびっくりするぐらい、本当にそんなことある、しかも確定以外で S 演出全くないし、どうなってる、逆にどうなってる、どうなってる、梶谷、宮崎、そうです、汗かいてきたわ、森、うん、よっしゃ森、これで調合、いや森は良かった、木の楽、さあ8回目、いや8回、うわ S 確定以外 S ないやん、何この運のなさ、来い、当たれ、笑え、どんどん笑って、どんどん笑って、笑え笑え笑え、終わった、おお来た、おお、なんか来た、よっ、ここで来る、ここで来る、ビビった、マジびっくりした、おお山川来た、まあまあ OK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  山川来た、マジビビった、もう本当はやめたいけどもう最後だからやるわ、レッツゴー、何も、え、確定だよ、の何も何演出だという、からの席落としてあげる、最後ここに来て9回やってくれてありがとう、調子くん的には最後マー君出しますね、ハッピーにやめてください的な感じだね、これは、はいマー君いらっしゃい、はい、山です、まあいいでしょう、ね、まあ
2つね、2人取れたから、まあ終わり良ければかな。まあ、マー君欲しかった。山田哲もき、ね、このや、ここで山田哲取ったら、この前のエキサイティングはどうだったんだっていう、あ、これセレクション、セレクションでした。エキサイティングじゃなかった。エキサイティング前だった。エキサイト歌ってる場合じゃなかった。まあまあでも、まあ、最低限ね、2人取れたんで、よかったっす。まあ、運がいいのか悪いのか分かんないですけど、育てます。皆さん、頑張ってください。欲しい選手あったらね。それでは、また、暑いでプロスビ。里崎の運は上がったのか下がったのか。